の後ろに横に建物あって、上に黒いのポツンポツンと出た建物、あれ魚市場だ。石巻の魚市場があるためにね、あの魚市場を守るために海の中見てくる防波堤が二重になるんですよ。手前に1本と奥に、あの防波堤っていうのはフランス国に海に沿われて、あれに津波がぶつかってますね。力が弱まってるんですよ。ただ水は入ってます。うち何もありません。優しさに変わって別れが出会いを呼び寄せる。そんなこと繰り返してくたび大人になってゆくのかな。何を信じどこに進むの。自分しか知るはずの存在がこんなに大切だと知った。悲しみも喜びも本当は隣り合わせにいるんだね。何を選びどこに渡すの。自分見せる。これが目標です。